ちゃんが危ない。待っていたんだ、この時が来るの。もっと美しい状態で殺してあげるんだ。もっと嬉しそうな顔しろよ。ほら、思い出してくれよ、僕たちが初めて出会った時の笑顔。今度から気をつけてくださいよ。あの時の君の笑顔は最高だった。制服には笑顔が一番よく合う。来ないで。さあ笑って俺をがっかりさせないでくれよ。あのヨネコって女みたいに。がっかりしたのはこっちよ。動くな。話しなさい。ヨネコさん、本当に刑事さんだったんだね。なぜ私が警察官だってことを。弥生ちゃんから聞いたのさ。一度に二人の女性警察官と知り合えるなんて本当ラッキーだった。なぜ私だけ殺さなかったの。だって君は刑事だろ。え？刑事は普段制服を着ていない。僕が求めているのは制服警官の最高の笑顔だ。待って、じゃあ制服にしか興味なかったってこと。宮谷さんの推理は的中したな。あの晩君に制服を着せてみたが全然似合わなかった。所詮君は偽物だからね。本物の女性警察官が着慣れている本物の制服を着て見せる笑顔が美しいんだ。タラズが。私も弥生ちゃんも亡くなったその3人の女性たちもみんな必死で運命の人を探してた。なのにそのあんたのくだらない趣味のために殺したなんて。くだらないだと。偽物は黙れ。父を離せ。俺の作品の邪魔するな。救いようのないあなたを好きになった私もバカだった。でも私は刑事、一つ教えてあげる。本物の笑顔は自然と生まれるもの。それがわからないようじゃあなたは一生本物の笑顔を手に入れることはできないわ。立て。おい、弥生ちゃん。先輩、怖かったね。先輩、ありがとう。私先輩にひどいことばっかり言っちゃったかもしれない。私こそごめんね。ごめん。